ってきたら、あとはシミュレーションで検査するっていう、そういうやつだったら、まあ、ナブスが課題であればですけど、私の課題だけば、パラメータセッティングとかですごい時間取られてるとかって、なんか、お役に立てるものが提供できるみたいな、そんな感じですね。エンジニアはね